どうも、エルザレットです。それでは、セレステやっていきましょう。今回は、チャプター2、遺跡ということで、こちらやっていきましょう。まあね、問題なく進めばいいなという感じですね。さあ、ストロベリーをゲットすれば、みんなに自慢できる。でも、それだけのことだ。どうしても取りたいときだけ取ろう。あ、やっぱ、やり込み要素なんだね。おぉ。どういうことだ。炎も、青くなってる。これも文字もバグっちゃってるね。さあ先進もとりあえず。特に掴めるわけでもない。あ、一応これ掴めるんだ。って感じだね。あ、ちょっとこういう移動の仕方はできるのか。え、これはつかめない。一回下。なんかありそうだね。まだいけないけどって感じだね。ない、こっちなんかない、ないか。あー、結局同じところ来たね。ないね。よりかダッシュはしないね。なんか通れるようになるのかな。さあ、え、あ、へえ、そういうのがあるんだね。まあでもいけないと。こっちではないということか。ないね。まあ、じゃあとりあえず戻ろっか。まあ進んでるね。さて、隠しの方はちょっとこれ難しいんじゃね。惜しかったな。こう行って上から降りて、ギリ、よし。うわー、まだか。おお、危な。あ、来れた。動いたね、しかもね。うわー、しかも溶けたー。あ、しかもこれ一直線に進むやつか。音楽もいい感じ。潰れて終わり。はあ。あれ、これもしかして。ああ、なるほどね。とりあえず上に行って、のはい、ゲッチュ。これは何だ。
お、いちご。スピード勝負って感じか。ではないね。ただあれでも上から行けるようなところあったかな。あ、ここやね。さあこれでつながなかった。隠しはなし。あー降りてきた。入れ替わりか。あ、いや一回行っとこ。あ、ダメだ。ほい、受けて。カセットテープゲット。 B 面アンロックと。どういうことだ。まあやり込みかなこれ。あら、これは戻る感じかな。あ、こっち側、ここはまだ来てなかったからね。そんなに難しい感じではないけどね。これで次下で終わり。隠しか、こっちは。あら、じゃあやっぱ上かな。特に違うみたいだね。あ、違う違う。あー、そうだね。ここら辺はまだ来てなかったね。あー、いや、いけるか。さあ、できたけど、右行ってだね。よしよし。音が気持ちいい。あ、マデリンちゃん、お待ちなさい。いや、分身。今持ってるね。不気味なの。文句言うなんて。まあいい。頭の中が出られてせいせいした。よりによって山を登るかってところか。ここは聞き分けろ。このまま進んだらとんでもねえ目に遭うぞと。あんたには無理なんだよ。だからこそやらなきゃいけないんですけど。
あなたは私のいわゆる怠け者な部分、現実を見てる部分だ。あなたをうまく説得しようと頑張ってんだよと。さあもう帰ろうぜ。ん？いた。そういう展開？いきなりですか？はあ、ここに来て急にスピード勝負。いやー、曲がいいね、相変わらず。おお、ちょっと待ったー。ということは、ははははは、こう言って避けるんだけど、はい、あ、でもゲットしたことになってるのか、それはラッキー。あまさかの。さて、ピンポンパンポンと、あ、これめんどくさいな。ここ取って、ここ取っての、ここ取っての、おお、あ、これついてくる感じか。うん、おーっとね。あ、ははは。ウォーミスー。ちょっと待った、ちょっと待った。意外と引っかかるなぁ。って考えると、こっちからの方が早いか。いやー、意外と手こずってしまったな。増えてるー。うん、こういって、こういって、こうこうこうね、こう、違うね、違うね。むずけーなー。意外と焦る。あー、ちょっと待った。意外と。いちごが取れるように、なんかうまいこと道作りたい。取りたいよね。意地でも取りたいよな。そうだね、こうするしかないよね、もう。移動速度を上げるしかないよね、こっちをね。うん、やべおー、ひっつくと落ちる。ちょっと気になったのが、いけるよね。あーは、もうちょい、もうちょいギリギリを攻めると、
攻めすぎか。いやーどうしてもね、ああいうとこ見つけてしまうと言ってみし痛くなるのよね。危ない危ない危ない。おー来たねー。ちょっと待った、増えたよね今ね、確実に。一回取ってしまえばどうにかできるから、スピード勝負でいきますか。あと1回ジャンプあるといいんだけどな。一時はこんな感じなのか、それともずっと2段ジャンプなのか。3段ぐらい来ると結構楽そうだっけね。しくったいよ。よし、頑張ろう。あとちょい。よしよしよし。マジか。あ、めっちゃいいとこまで行ったのに。いやー難しい。こうあえて遊びをちょっと挟むと余裕ができるのか。今みたいにね、結構3の、あーまたやっちまったー。すげー、はい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 。こうの、こうの、こうで、こういって、こういって、こういって、あー、下から行きましょう。いやー、囲まれる、囲まれる。やぶねー。おー、来た来た来た。おー、だいぶ。とりあえず下かな。いや、ちょっと待った。こういうところに、特に隠しはなし。いや、わからん。いやー、こっからかい。いやー、それはちょっと誤算やったな。このままでいいのかな。さあ、1対1。ここ抜けれる感じではないのか。あ、ここに来るかね。消えた。いやー、むずいよ。
あ、これを例えば上はない。上かな？おお。マジか。ああ、なるほど。じゃあ。飛びます。行って、行って、行って、終わり。だいぶ音楽もついてきたね。ちなみに、あ、やっぱこれでも行くのか。ってことは、これの動き気をつけないといけないね。お、何やらつきましたね。インフォメーション。さあ、電話鳴ったね。もしもし？マデリン？公衆電話からかけてる？うん。そっちはかけてきたんでしょ？何言ってんの？それより大変だ。誰かに追われてて。何がどうなってるかよくわからないけど、とにかく危険だ。それだけはわかる。マデリンが電話してくるのは夜中にパニックを起こした時だけ。気を引くためそんなわけわかんない作り話なんかしなくていいよと。作り話じゃない。ひどい、いつもそうやって。わかったから落ち着いて。悪かった。何があった？今セレステ山に登ってて、そこの古い鏡を見つけて、それが粉々に言われて私の分身が逃げ出して。これ夢だよね。今に決まってる。もう何ヶ月になる。今になって突然話したりすると思う。ああ、もうなんではこんな山登ってるの。本当なんで登ってんだか。まあ諦めて帰ろう。おお、そういう展開。目が覚めた。夢落ち。夢落ち。え、マジで。え、マジで。え、こ、うん、そういう感じ。まあまあまあ。今回ここまでにしましょうか。ねえ、そうですね。キリがいいんでね。まあ、とりあえず、次回はこの続きからやっていきたいなと思います。まあ、なんか、食われたけどね。まあ、夢落ちだったみたいなんで。まあ、同じところに行くのか、ちょっとまた気になりますけどね。やっていきたいなと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな！